皆さんこんにちは。今日はあずさみちよさんのことについて紹介します。まずはあずさみちよさんの経歴とプロフィールから紹介します。名前あずさみちよ、本名林みちよ、生年月日1943年6月4日、出身地福岡県福岡市博多区、血液型 O 型、没年月日2020年1月29日、朝鮮釜山市で生まれ、福岡市で育ったあずさみちよさんは、幼少期から通っていたバレエ教室の先生が、元タカラジェンヌだったことから影響を受け、中学の時に初めて宝塚を感激したのです。すると、あずさみちよさんは、月組トップスターに一目惚れし、私も男役になりたいと思ったことから、母親に内緒で宝塚音楽学校を受験したのです。そして一発合格したあずさみちよさんは高校を中退し、16歳の時に宝塚音楽学校へ入学したのです。しかし在学中に渡辺プロダクションの社長に出会い、オーディションに合格したあずさみちよさんは、歌手デビューの話が舞い込んだことから1年半で音楽学校を中退し上京したのです。そんなあずさみちよさんは約1年間のレッスンを経て、1962年に歌手デビューを果たすと、翌1963年にリリースした永六輔さん作詞の「こんにちは赤ちゃんか」が「夢で会いましょう」の「今月の歌」として発表され、大ヒットしたのです。そして同年の日本レコード大賞で大賞を受賞し、年末の紅白歌合戦にも初出場を果たしたあずさみちよさんは、デビュー間もないにもかかわらず人気歌手としての地位を確立したのです。そんなあずさみちよさんは1969年まで紅白歌合戦に7年連続出場を果たすも、その後人気が一時低迷し、1973年までの4年間は紅白に落選しています。しかし1974年にリリースした二人でお酒を歌が大ヒットすると、日本レコード大賞で大衆賞を受賞し、紅白歌合戦にも5年ぶりに出場し、見事再ブレイクを果たしたのです。そんなあずさみちよさんは1976年にリリースしたメランコリーもロングヒットを記録し、以降もよろしかったらなどのヒット曲と世に送り出しています。こうして1960年代から70年代にかけてヒット曲を飛ばしたあずさみちよさんですが、2020年1月29日、打ち合わせで自宅を訪れたマネージャーがベッドの上で倒れているあずさみちよさんを発見し通報するも、その場で死亡が確認されています。そしてその後、あずさみちよさんは急性心不全で亡くなったことが判明しています。あずさみちよさんはプライベートでは1971年に俳優の和田浩二さんと結婚するも、翌1972年に離婚しており、それ以降は生涯独身を貫いています。1943年6月4日、福岡県出身のあずさみちよは福岡女学院高等学校の1年生を修了後、宝塚音楽学校へ入学。宝塚音楽学校で音楽のレッスンを受け、在学中に渡辺プロダクションのオーディションに合格したことを機に上京します。1962年にボッサノバでキッスでキングレコードからデビューしたあずさみちよ、翌1963年には作詞に永六輔、作曲に中村八大という東大きっての売れっ子コンビを迎えてリリースした「こんにちは赤ちゃん」で100万枚を超える大ヒットを記録しました。こうして一躍有名歌手の仲間入りを果たしたあずさみちよは、大人路線にイメージ転換を図り、1974年の「二人でお酒を」で再び大ヒット。1976年に発表した吉田拓郎作曲の「メランコリー」は翌年まで売れ続けるロングヒットとなり、レコード会社を移籍した。1979年リリースの「よろしかったら」などさらに人気曲を増やしていきました。そんなあずさみちよさんは、西武ライオンズの名手だった東尾治さんと男女の関係だったと言われています。名前東尾治、生年月日1950年5月18日、出身地和歌山県有田郡吉備町、身長177センチメートル、職業元プロ野球選手、監督、野球解説者、高校では4番のエースだった東尾治さんは、
1968年のドラフト会議で西武ライオンズから1指名を受け入団すると、以降は太平洋、クラウン、西武と球団名が変わってもライオンズ一筋で現役を貫いたことでも有名です。そんな東尾治さんは引退後は1995年から2001年まで西武ライオンズの監督を務め、リーグ優勝にも導いています。離婚後、東尾治との不倫が発覚。離婚後は生涯独身を貫いた梓道代さんですが、1983年頃に当時西武ライオンズの名投手として活躍した東尾治さんとの不倫が発覚したのです。しかも梓道代さんは不倫が報じられた当時、大人の関係ですと不倫を認め話題となったのです。不倫発覚当時、梓さんの自宅をよく直撃取材しましたが、とにかく気の強い方で怒鳴られた覚えがあります。でもさっぱりした方でそんなに嫌な顔はされませんでした。まあ公然の関係というのでしょうね。まだ娘の莉子さんが幼少時代の話です。こうして不倫を認めた梓道代さんは、発覚後も不倫関係を継続しており、一説によると不倫関係は20年以上も続いたと言われています。2020年1月29日、こんにちは赤ちゃん、二人でお酒を、などの大ヒットで知られる歌手の梓道代さんが亡くなったことが発表されました。76歳ということでした。ご冥福をお祈りします。梓道代さんは自宅で倒れているところを発見されたそうですが、すでに亡くなられていたとのこと。ここでは梓道代の死因や倒れた理由と原因は孤独死の可能性もと題して、亡くなった原因等について SNS 等の口コミをもとに調べてみました。1月29日にマネジャーが QVC ジャパンの通販番組の打ち合わせのために自宅を訪れたところ、倒れているのを発見したという。すでに2日に密葬が執り行われた。マネジャーが年末に会った時には元気だった。上記の報道の内容から、ご自宅で梓道代さんが倒れているのが見つかったとのことですが、原因に関しては病死ということしか発表されていません。可能性としては76歳というご年齢から想像すると心疾患が考えられます。心疾患は癌の次に多いとされる理由と言われています。自宅で倒れていたということ。2019年12月末には元気だったということから、何の前触れもなく突然倒れてしまったことを考えると、心疾患の可能性が高いように思います。その他に考えられる原因としては、26年ほど前に大病を患った経験があるということで、その際の病気が完治しておらず死因になったとも考えられます。大病に関しては明らかにされていません。梓さんは71年に俳優の和田浩二さんと結婚したが、72年に離婚している。梓さんは都内のマンションで一人暮らしをしていた。梓道代さんは俳優の和田浩二さんと離婚後はマンションで一人暮らしだったということです。そしてマネージャーが自宅を訪れた際に倒れているのを発見したということから、孤独死となってしまったようです。元の和田浩二さんとは1971年に結婚しましたが、翌1972年に離婚、子供はいなかったようです。ちなみに和田浩二さんは胃がんのため1986年に42歳の若さでお亡くなりになっています。梓道代は1960年代の日本歌謡界に彗星のごとく現れた歌手、さんまのまんまに出演した際、梓道代は収録中に敬語会も明石家さんまにシャンパンを浴びせました。大ヒット曲二人でお酒をやメランコリーのタイトルを思い出せない明石家さんまに対し、好きだったら思い出せるはずときつく詰め寄る梓道代、そしてついに知らんわと白状した明石家さんまの顔にシャンパンを浴びせました。その他にもオンエアはされなかったものの、当時噂となっていた東尾治との不倫生活について明石家さんまに突っ込まれてさらに激怒したとか、番組放送後には視聴者からの苦情の電話が殺到したといい、ちょうどこの頃からテレビで見かけなくなったことから、騒動によって芸能界から干されたという烙印まで押されることに、後に梓道代が明石家さんまに謝罪して和解したことから、この騒動はさんまのまんま名場面集として何度も取り上げられる名シーンになりました。干された
という噂も。真相はディナーショーの亡きと重なっただけのようです。デビュー当初から清純派を売りにしていた梓道代は、実のところ重大で飲酒や喫煙を行うなど、世間のイメージとは真逆の素顔を持っていました。そのため会社の求めるイメージと真の姿との矛盾に悩んでいた梓道代に結婚という転機が訪れます。しかし1971年に俳優の和田浩二と結婚した梓道代は、翌1972年にあっさりと離婚。週刊誌のインタビューでは、あの人はせいぜい同棲までの男だったと元を罵倒しました。もちろん和田浩二も黙ってはおらず、梓道代の離婚劇は泥沼化していくことになります。その後、梓道代の交際相手だと報じられたのは元プロ野球選手の東尾治でした。妻子のいた東尾治とは不倫関係ということになりますが、交際は20年以上にもわたって続いたとも伝えられています。とはいえ、ライオンズの名ピッチャーとして名を馳せ、球界屈指のプレイボーイであった東尾治は関係を問われてもずっとノーコメント。対する梓道代は、大人の関係と不倫を認める大胆な発言をして世間を驚かせました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。